久保さん再生数少ないっすね6年やってるんすけどね僕は大した変わんないっすね <laughs> でも逆を言うと6年同じ再生数を維持しているっていうね <laughs> 6年同じ再生数を維持してるっていうのもまあもの見方を変えるとあれかもしれないっすね <laughs> そう まあでも再生数が少なくてもまあ僕が塾でも言ってますし実際に僕自身もやってるまあなんだやってることなんですけどもやっぱネットビジネスってアクセス数だったりとかま YouTube だったら再生数ですよねやっぱそれがほとんどまあ一般的に見られるまあ僕も実際見ますからリサーチしてるときにあの再生数が上がってるのやっぱ見ますんで だけど結局その、1再生でもされてるんだったら、1人いるんですよね。だからまあ、なんですかね。例えばその、セミナー100人やりましたって結構すごくないですか久保さんも100人やったことありますセミナー。1対100、セミナー。僕、僕はなんですかね、あの、130人ぐらいやったことありますね。 あのまあ、僕じゃないですけども結構大きい会場を借りて結構130人集まった時は結構なすごいボリュームでしたよね、まあ、スタッフ総出であの受付やりましたけどあのでかい会場で、まあ、結構でかい100人以上入るマックス150か200入るところでやったんですけど、まあ、スクリーンがでかいのバーンってあって。 で中間にもスクリーンが2個あってみたいな会場を借りてやったんですけどまあ結構なすごい熱量でしたね100人以上集まっているとうんそう考えるとなんですかね再生数100ってまあ何だろうなまあまあすごいんじゃないかなと思いますよね まあ僕はその100人以上のセミナーあのー、実際体験し,してねそのお客さんの熱量を見たんでだか,らだからその100再生がねそのセミナーに参加する熱量の100再生だったらこれすごくないですか, <laughs> だから結局まあ人がいるのでねビジネスは、まあ、まあできるっていうのが、うん この6年のの年証明なのかなかとでこれから7年8年9年10年やって100再生で10年ビジネスやってきましたっつったら結構これもなかなかだと思うんですよね、うん、まああと4年ですかねこれ10年って結構節目だと思うんで100再生で10年ビジネスやってますっていうのは結構まあ何か誇らしく言えても言ってもいいんじゃないかなと思いますけどね逆にうん。 あと4年ぐらいですかね。あと4年やって。まあ、でもね、僕が少なくてもできる理由は、やっぱ従業員を雇ってないですし、固定費そんな上げてないので、そこがやっぱ強みですよね。うん。だそこがやっぱ、それでも、あの、飯食えるっていう。うん。固定費が上がると、やっぱ、それ以上の売り上げ作っていかないといけないですから、まあ、うん。 久保さんも楽な理由って、やっぱね、麻雀店の、そのね、昔麻雀店やってた時は、広島のまあまあいい場所、場所代いくらか分かんないですけど、まあ安くはなかったと思うんですよ。で、まあ従業員の給料ですよね。まあそれだけで結構払わないといけなかったと思うんですけど。で、今ないじゃないですか。で、久保さんね、家賃もただですよね、今。ローンないから。 うん、やっぱ固定費が上がってるときついっすよねだから僕も固定費が昔の150万の固定費だったらまああと従業員って500万か500万の固定費だったら今やっていけないですねもう無理っすね絶対無理年間6000万、ね、固定費だったら6000万売上作っても売上ゼロキャッシュ1円も残んないみたいな <laughs> それだったら無理っすね、うん ままあだからまあ僕は、まああのなんだイオンモールじゃなくてあのなんだ潰れない高架下の居酒屋っていうねそう小回り聞いてでまあ30年ぐらい通ってくれるお客さんがそこにいるマスターマスター今日あれ来てるみたいなそう裏メニューをお客さん知ってるみたいなでもはやなんかまあそういうビジネスですね、うん 多分情報ビジネスで、それができる、やってる人って、それも少ないと思うんですよ。情報ビジネスで <laughs>、マスターいつものお願いしますみたいな <laughs> うん。でもね、それができるんですようん。だっておでん作るより簡単ですからね、コンテンツ作る方が。 だからこれはね、コンテンツがしっかり作れるようになってくると、やっぱその、おでん作るより簡単ですからね。おでん仕込み、煮込み何時間しないといけないのって話で、うん。まあしかも僕の場合、煮込みしなくてももう、なんかおでんって毎回毎回煮込みして味染みさせるじゃないですか。でも僕も18年染みてるんで、す <laughs> で<既>に。すでに18年染みてますからね。まあまあ味出ますよ。 だから今日作っても18年分の味がね今日出せるっていうでもおでんはねあの新規でまた入れてな、ね、1日間何時間かこうつかしてね染みさせないといけないで売れたらねまたその何時間染みさせないといけないっていうね大変ですよね、うん、やっぱ長くやってるとその味が今日出せるんでいいんじゃないかなと。 だから今日、今日商品作って今日売れるんですよね。やろうと思えば。うん。そう。だから、なんですかね。あのー、例えば今から、じゃあ有料の講義作ります。で、売ります。終わり。みたいな。<laughs> もうコンテンツは極めるとそういうことができちゃうので、うん。もう本当に僕はもう究極のビジネスだなと思いますし、 あのなんだ、まあ少ない再生数でもね、少ないお客さんでもビジネスはやっぱできるので、まあ利益率も高いですし、まあこの潰れない高架下の居酒屋モデルですね、これをこれからも提唱していきたいと思います。いっってらっしゃい